第1試合参りましょう。福岡第一高等学校 A チーム対ラレップ .ch です。波動ファイト。まずは福岡第一高等学校 A チームからステータス見ていきます。一番奥側三谷選手5221、真ん中千尋選手1135、翔太選手4321、対するラレップ .ch 一番奥側イースト選手が4321、真ん中アンディ選手が1351、そして鍋選手が5221といったステータスとなっております。まあ、チャージかシールドかみたいな感じのねステータスになっているわけなんですけれども、1対1ここで並んでおります。変えてきましたね、ラレップ .ch のステータスも。ラレップ側アンディ選手はあのチャージを多く持っているので、はい、そのアンディ選手がどれだけシールド早く割れるかというところと、あのこのアンディ選手が撒いている球に味方がどれだけ集めてキルを取れるかというところがポイントになるかなと思います。さあここでサーヤ選手1点取って、はい、おっと残り30秒、リードを取っているのはラレップ取ってますね。4枚抜き、4枚抜き、この2-3からの4枚抜き辛いですね。本当ですね、はい、響くと思います。ここ翔太選手とサーヤ選手落ち着いて点数取っていきたいですね。さあ1点差、さあ鍋選手の1枚を翔太選手が抜いた。さあただ並んできた、翔太選手が耐えきれるか。あしっかり避けていく、避けてますね、当たった、さあ決めた、試合終了、4対5でラレップ .ch の勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。これラレップ今季初勝利ですね。